生産技術研究所では、戦略的に重要と考えられるプロジェクト研究について研究センターを設置しており、分野の異なる複数の研究室が柔軟に連携しています。マイクロナノメカトロニクスの探究では、超音波の微弱な力で空間を飛び回る極小の発光体や、ジェスチャーによって制御する自由空間光通信、薬を固めて作成した直径50マイクロメートル未満の針を皮膚に貼って吸収させるマイクロニードルなど、先端科学をリードしています。車両や船舶、翼などに起こる水や空気の流れを最先端のスーパーコンピューターを用いたシミュレーションによって高い精度で予測する研究も行われています。光と物質の相互作用をナノレベルで探求する研究センターでは、テラヘルツ電磁波に応答するナノ構造の素子を作成したり、光の明暗をフォトポリマーの分子の分布に焼き付けたホログラム、ナノ粒子の光触媒を使って光エネルギーを変換し、太陽電池や水素の生成に応用する技術など、新分野の開拓に取り組んでいます。科学技術コミュニケーションの手法を用いて、社会や市民とのこれまでにない接点を生み出し、工学を開く。特定の課題にセンシティブな集団の調査や、社会課題が顕在化しやすい地域の調査を通じて、未知なる課題を抽出します。